ジーン、バティスト・アンドレ・デューマジャン・バティスト・アンドレ・デューマは、フランスの科学者で、有機化学、有機合成や蒸気密度を使って、原子量を決定したこと、型の説を提唱したことで知られている。ガール県のアレスに生まれた。1816年に、ジュネーブで、物理学の M.A. ピクティット、化学の C.G. デラリブ、 植物学のオーギュスタン・ピラミュード・カンドールの講義を受け、成人に達する前に、生理科学、発生学の分野で、ピエール・プレボと共同研究をした。1822年にアレクサンダー・フォン・フンボルトの助言に従って、リセの科学の教授となり、1835年に、エコール・ポリテクニークの教授となった。 1829年にエコール・サントラル・パリになるエコール・ソントラル・デアーツ・イ・マニュファットクチャーズの創設者の一人となった。腎臓が血中の尿素を取り除くことを示し、1826年には分子からなる男性流体が同じ条件の下で分子間の距離は同じであることを明らかにした。有機化学の分野でベルセリウスの仕事を発展させた。 1833年に有機化合物中の窒素の量を測定する方法を開発し近代的な分析法を確立した。13の元素について水素を1とした時の原子量の値を確立した。1838年にはスウェーデン王立科学アカデミーの外国人会員に選ばれた。1848年から ナポレオン三世のもとで政治の仕事につき、下院議員となり、1850年から1851年の間の数ヶ月農業商業大臣を務め、その後パリの市長、造幣局の局長を務めた。1884年にカンヌで没した。デュマは長年にわたって、フランスの科学界に君臨したが、自身のエテリン説に批判的だったベルセリウスには、 遠慮がちだった一方で、弟子のオーギュストローランや、シャルルジェラールなどの電気科学的二言論にことを唱える、若手の学者を迫害したことで、今日では非難の対象となっている。ありがとうございます。